皆さんこんにちは、堀川みくみチャンネルです。今日のレッスンはですね、アマチュアの方が大きく間違えてるこのね、勘違いをちょっと、ね、解いていこうと思います。はい、ね、練習方法ですね。はい、アマチュアの方とプロの方の練習で大きく違うところって、ピモン屋でアマチュアの方の練習とか見てると、構えてからやたらこのテイクバックのこの位置とか、テイクバックの上げ方、トップの位置とかで、このインパクトクラブの下ろし方とか、もうテイクバック上げてからインパクトまでの右半分、こっちをねすごいみんな気にするんだよね、練習場で見てたら。でもプロたちってすごい意識するのって、どっちかって言ったらインパクトしてクラブのこのフェース面であったり、このインパクトの形、そこからのフォロースルーの形、うん、こっちの左半分をすごい気にするんだよね、うん、そう。でも実際球が飛ぶのってテイクバックの上げ方がどうであれ球って動かないよね。トップの位置がどうであれ動かないよね。インパクトのこの寸前までは動かないよね。ただインパクトしてから、こっからこの15センチぐらいクラブがどこに抜けるかで球ってどうなる決まるから、だからアマチュアの方を見てるとさ、例えばだけどテイクバックがまあすごい綺麗にグーってここまでいいんだけど、こっから急にこんなインパクト、これもうインパクトこうなってしまってはどうしようもできないね。こっからここまですごい綺麗にグーって上がって、こっからこう突っ込んでこんなインパクトしちゃったら絶対ダメだし、スイングって、まあ、4つのポジションがあって、まあ、アドレス、トップ、インパクト、フィニッシュ、まあ、大きく分けたらこの4つだね。でアドレスとインパクトってほとんど一緒なわけよ。要はアドレス、これがアドレスじゃん、インパクト、まあ、要はちょっと下半身がちょっとあの左に先行していくような感じで、手元の位置とかも実際ほとんど一緒なわけで、アマチュアの方ってアドレス、インパクト、このインパクトがプロはほとんど一緒、アドレス、インパクトで、アマチュアはアドレス、インパクトでそれくらい本当に違う。プロはアドレス、インパクト、アマチュアはアドレス、インパクトってこれやりすぎたら本当に怒られるからね、気をつけろよはい、でまあそれくらいこっちばっかを気にして、実際当たったところからフィニッシュまでの形っていうのをほとんど気にしてない。だから打ち終わった後こうなったりとか、うん、こうなったりとか、まあいろんな形はあるよ。でもね、そこが良くならないと多分いい球打てないと思うんだよね。当たってからのフォロースルーがどういう感じで体が動いていけばいいインパクト後ができていい球が飛べるのかっていうのをちょっとやっていこうと思います。前もハンドアップ打法っていうのをやったんですけど、ハンドアップ打法ってそもそもインパクトゾーンを作っとく、うん、腕と手、あのクラブが屈折すればするだけインパクトってこう戻りづらいから、クラブに遠心力がかかってるから絶対に伸びるからね。だからこの伸びる分を相殺させて上体が起き上がる。だからアドレスとインパクトが違う。だからアドレスの時点で少し腕に遠心力がかかってもいいような状態にちょっとハンドアップにしとく。そうすると同じところに戻ってきやすいからっていうのを、まあ、前の動画でやったんだけど、そこからこのクラブの抜いていく方向は、スイングって僕の中ではまあ左右対称であって、右利きの人がテイクバックをグーって上げたこの位置っていうのは、これグリップを右と左を入れ替えたら左スイングのフォロースルーになるわけよ、うん、で右スイングのテイクバック上げて、そこからインパクトしてフォロースルーっていうのは、これ手を入れ替えたら左のテイクバックになるわけよ。だからこそ逆にインパクト、テイクバックってインパクト、こういう人、例えばいるとするんじゃん、アマチュアでこういう人って、じゃあ左スイングのテイクバックこうやって上げんのって言ったら、上げないよね。それ上げないよね。左のスイングしたとしても、左スイングでテイクバックを上げた、このテイクバックが右でいうフォローの位置。だからフォローの位置は左スイングでテイクバックを上げたこの位置にフォローしてほしいわけで、クラブもやっぱりどう当たってからフェースが目標方向になるべく長く伸びていってこうインパクトする。
このインパクト方向を作ろうとしたら、おのずとテイクバックはこう入ったりしてったらこの位置作れないんだよね。だってこの位置を作ろうとしてこう入ってきて、こう入ってきたものがはなんないもんね。こう入ってきたものがインから急にまっすぐにはなんないもんね。だからこそ目標方向に伸びていく場合、それを作ろうとしたらダウンスイングもまっすぐのところから降りてこなきゃいけないわけね。まあクラブって遠心力で急に軌道が変わったりしないからね、アウトから急にまっすぐにならないから、まっすぐ来たものがまっすぐ抜けるんで。だからもっと皆さんね、インパクト後のこのアドレスのこっから先、ここをもっとね意識することが上達のね秘訣だと思いますね。こっちばっか気にしたってね意味なくはないけど、なんだろうな、たまには影響しないからね。インパクト後のこの先、これがすごい大事なんで、まあ、ちょっと意識して、それを意識して、それこそよく僕は昔小さい頃ずっとこんなの練習場ではできないけど、ずっと構えてからフォローの練習ですね。そう、ずっとこれ、はい、正面から構えて、インパクトっていうのはちょっと下半身がで、これが少しずつできてきたらフィニッシュまで。このね地味な作業がね、練習っていうのはやっぱりねドリルだから、だからねこの練習場で一発のいい球を求めて練習するっていうのは自己満であって、自分のただのね満足度だから。でもやっぱ上手くなるためにって言ったらこういう練習が絶対大事。そう、一番の近道で自然とこのインパクトをこの状態がフィニッシュまでいけるようになったら、あとはこの状態を作れるように少しだけテイクバックしてあげる。常に意識するのはこっち側、左半分。だん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 球が放物線を描いて飛んでいくようになりました。こっち側なんだよね、やっぱりね。見ててインパクトでやっぱ体重が乗ってないとか、インパクトで球を切ってしまってるとかで、やっぱりしっかりフェースにね正面衝突してないから球のロスができる。だからこそまずは球をしっかり、もうだん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 球がショットっぽくなってきてるもんね。今7番アイアンでこんなに軽く振ってるけど、もう120ヤードぐらい飛んできてるからね。7番アイアンでアプローチをしているような感覚でね、もうほぼショット。今自分のテイクバックの位置がどこに上がるとかっていうのはもう全く気にしてない。もうインパクトの当たってからこっちだけ、こっちをどう振り抜くかだけを気にしてる。そうすると自然とアドレスとインパクトが同じ形だから、フォロースルーをしっかり同じように抜こうとしたら自然とアドレスとインパクトが似てくるんだよね。アドレスインパクトっていう状態にならないんだよね。しっかりこの状態。あとはね、まあ補足として言えば、例えばよく練習場の打席の後ろに鏡とかあったりするじゃん。で鏡を見て、あもっと上かなとか、もっとこうかなとかいうのを見て、それを自分でこう実践しようとして打つんだけど、これってめちゃめちゃ再現性悪いから、同じ動きができないんだよね。でやっぱりプロを見てると、特に PGA の選手、トップの位置なんてマジで人それぞれ。例えばダスティン・ジョンソンで言ったら、手首の角度をまず作って、そこからここだもんね、高いし、だし、ブリヂストンの選手、マット・クーチャーなんてこんなとこだもんね。
もう人それぞれトップの位置っていうのは多分バラバラなんだよ。それをね、みんな昔からのこのねスイングの教材があって、理想のトップっていう位置があって、そこにみんな近づけようと思うけど、人それぞれ体は違うから近づける必要がなくて、僕の中でのトップの位置って、やっぱりトップの位置って毎回毎回同じところに来なきゃいけないわけよ。だから自分が前傾して、腕っていうのは体から生えてるから、まっすぐ立てばもちろん体の横に手は来るし、前傾すれば腕っていうのは自然と肩の下に来るから、まあ要は手元の位置に来るじゃん。でこれを体を左右に振ってあげると、腕って自然ともちろんついてくるじゃん。それにこの体の左右にプラスちょっとこの回転を加えてあげて、そうするとだんだんもうスイングっぽい動きになってくるじゃん。その動きで自分がこの手の通り道がさ、ずっと今一緒じゃん。この通り道をスッてこの位置に、はい、まあクラブを握ってるんで右手を左手に添えてあげる。この位置、もうこの位置が僕のベストオブトップの位置。これ人それぞれ違うよ。でもそれがこの位置で、この位置の人もいるかもしれないし、この位置の人がいるかもしれないし、人それぞれだけど、自分の中で何か一つ毎回同じトップの位置を作るルーティーンがあれば、毎回毎回同じところに持ってこれるじゃん。だから僕はまっすぐ立って肩幅に開いて前傾をする、腕だらんと左右に振ってあげる、そこから肩も一緒に回してスッと上がった位置に右手を添えてあげる。これがもう自分のトップの位置。あとはそこからインパクトに戻り、フォロースルーをしっかり出してあげる。そうするとね、球はねすごい質のいい球で飛んでくると思うので、皆さんぜひやってみてください。じゃあドライバー打ってみたいと思います。めちゃめちゃ気持ちいいんですよ、さっきからこの練習場が。めちゃめちゃ気持ちいい。これだけ晴れてたら球も綺麗に見えるから、ね、そうなんだよ。でもね、俺らの YouTube iPhone 一つで撮ってるから追えないんだよ球が。ゴルフ YouTube でさ、ちゃんと弾道が見えるやつとかやりたいんだけどさ、あれやるとさ編集一人で大変だからさ、まあまずはさっき言ったアドレスで腕をだらんと、この位置にクラブで、そっからインパクト、フォロー、あとはさっき練習したドリルのようにフォロースルーを意識する。めちゃめちゃいいね。先週もドライバー良かったもんね。ケイシロ君ちゃんとあの編集でアドレスの位置とインパクトの位置がどれくらい似てるかっていうのをちゃんと比較してね。いくよ。はい、という感じです。はい、皆さんぜひ実践してみてください。ありがとうございました。これ練習場でずっとこれやってたら球数もったいないんで、これはちょっとできないですけど、逆に言えば家で部屋でもできるよね。まあ、そうですね。スポンジボールで、スポンジボールで構え、ないかもしれないですよね。ね、はい、家でもできる。だってもうそれくらいだもん。確かにね、はい、はい、まだこれさ、インパクトに戻るって、確かに PGA の選手はこういう選手がいるじゃん。はい、PGA の選手インパクトに戻ってないじゃんっていうコメント来るかもしれないけど、はい、これってあくまでアマチュアの方に言ってるからね。はい、アマチュアの方はアドレスに対してインパクトを戻ってシンプルにやってくださいって。プロは練習量もあって同じ動きをちゃんとできるから、体のまあポテンシャルもね、柔軟性もあってできるからこういうことができるけど、そこまでの練習量があるんだったらやってもいいけど、まあ、まずはスイングをシンプルに、そうですね、はい、再現性を、そうそうそう、はい、再現性を大事にっていう感じです。はい、変なコメントしないでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。